ベット人たちは学校や公共施設で中国語を強制され、言葉さえも奪われ、宗教の自由さえも奪われています。豊富なしっかりやれ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。水資源や地下資源を奪われているだけではなく、チベット自治区といわれる場所ではシナ人による過酷な植民地支配が続いています。共産党政府はチベット人を殺すな。中国共産党政府はチベット人を殺すな。中国共産党政府はチベット人を殺すな。中国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 はチベット人虐殺をやめろ。中国はチベット人虐殺をやめろ。中国はチベット人虐殺をやめろ。ご通行中の皆様、沿道の皆様、お騒がせしております。こちらは草の根国民運動組織頑張れ日本全国行動委員会総合全国地方議員の会のデモ行進です。私たちは本日、中国で毎日続いている残酷なチベット人虐殺と暴力的政治弾圧に抗議して立ち上がりました。皆さんご存知でしょうか。今中国では残虐な人殺しが連日続いていることを、今日も自由と平和を求め